り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルビー。ごめんな、ルフィ。ちゃんと助けてもらえなくてよ。何言ってんだ、バカなこと言うな。無駄だ。自分の命の終わりくらいわかる。約束したじゃねえかよ。お前、絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣と、お前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは、どうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。ルフィ、俺がこれから言うことを、お前後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ、今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を愛してくれてありがとう。ルフィをかばい、赤犬の一撃を、ルフィや白ひげ、仲間、嘘だろ、エース、エース。助けた兄をガッだが、エースの弟、エースの意志はルフィの中に。高みへまた近づい、手をしてやる。息子と呼んだエース、大海賊、後に斬られよう。なんだ、大気にひび。おお、ああ、爆発。まだ水槽、あの水面の高さ。開始。反対側にも。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。セメイルは白ひげ率いる新世界47隻の海賊艦隊、迎え撃つは政府の二大勢力、海軍本部、桜花七部会。誰が勝ち、誰が負けても
時代が変わる。津波だなんて力だ、まさに伝説の怪物。キジ、若造が。ナイスパー、これだ。